ハロー YouTube! 下ネンツさんのニュースの猫川にゃ今日もね、どぶかやべですおくりちゃしまん世界金丸放送3連発いや、連発とかダメなの質より量の中で話題にいや、3は量か今日はですね、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。世界のやばい兆候、話していきたいと思いますつってんねということでね。 やっていきましょう。世界が目覚めし時、おごそかに流れると言われている、世界金丸放送の話である。お前完全にいじってるけど。どうも、私金丸放送ナビゲーター、金丸おしこです。おしこ一押しの金丸放送3つ、三つ今日はお届けしていきたいと。まず一発目です。あの、連日ですね、北のお国からお兄ちゃんからのラブレターでお馴染みね、ミサイルのようなものがね、感謝感激、雨あられしてる今日 この頃なんですけど、あれが実は、金丸放送だっていう、新しい切り口ですが、切り口とか言うならばね、先日ね、ミサイル発射を受けてですね、電車の中でね、ちょっと心ない男性がですね、いわゆる、えっと、この北の国系の学校に通ってる生徒さんにね、あ,あんちゃんこの野郎っつってね、あんちゃん、あんちゃんこの野郎、ミサイルが撃ってきてんのにお前、無償かって、この野郎、弾丸この野郎っつって、言ったっつってね、んで、まあ、この心ない一言でね、よくないよっつって、その子と、ミサイルは関係ない。

世界金丸放送どこがあがめるな、あがめるなってことなんですけどね。ね。これが1個目としてね。してじゃない、してじゃない。怒られるやつ。冗談は、stay by my side, by 暗きイい。step by my side, セン争ン、戦ン乱ン,ソンちょこっから本気出します。で、ね、こっから本気出します。あのですね、狐目の男でお馴染まない。ね、アメリカの超有名放送曲、fox, f o 言いたいだけ。ね、これ FOXTV がやばい放送を流したんですよ。これです。エマージェンシーアラートシステム。はい、はい、はい、これ。ね、はい、これ。これ。あ、こっち待ってください。うーん。金丸だな。テストだっつって。 すぐテストするやん、お前らって話なんですけどね。もうあれですから。FOXTV は心入れ替えんちょ TV ですから。2020年の時はね、あろうことかニャントラさんの背中をね、打ちまくっていたキツネちゃんなんですけど、最近は、いや、やっぱ俺たち間違ってたとね、梅は梅に過ぎないっていことを言い始めましてですね。あの、現政権めちゃくちゃ批判してると、そしてなんならニャントラさん大暴論みたいなものまで出してきてるという低たらくですよ。あ低たらくはダメだろうね。そんなね、心強いキツネちゃん、 が、金丸って言ってんだから、これはもう、金丸対急な博多要素を出すのやめて。そして、お前、博多関係ないからね、ということなんですけど、ま、これが2個目としてね、おい、おい、おい、これ今日大丈夫かこれ、いつもの芝刈コースじゃないこれ、最後に、まともなのあります、ということでね。あの、今皆さん、ワシントンがめっちゃ大変なことになってるのご存知ですかあの、ワシントン DC に、めちゃめちゃ兵隊が配備されてるんですよ。で、ま、もと首都なんで、警備は限界なんですけど、それにしてもめちゃくちゃ、 多いなってことなんですよ これ実は近くあることが発表されるからというふうに言われております。そしてこの国会議事堂のスクリーン。いや、お前何年言ってんねんってこれ1年前からこうやろがいって話なんですけど違うんですこれね、つい昨日の様子なんですけどね、ちょっとわさわさしてたらしい。これどうも何か近くここで発表されるってことなんですよ。で、最近ね、ちょっと梅之助政権側にめちゃくちゃやばいことあったじゃないですか。カリフォルニアにあるね、下院議長のペロタンのお家が州の撃されたと。で、これね、梅之助 めちゃくちゃゃく怒ってたんですよなぜなら、今回の州の激事件は、ニャントラさんたちのような、ね、ドインボー野郎 A チームが引き起こした、ニャントラ事変だってすごい言ってたわけですよ。ついでに、ハン・チクワとか、全部お前らだって決めつけてくるやん大体合ってるけどねということなんですけどね。で、ふーんって言ってたんですけど、一個すごい衝撃的なことが判明したんですよ。今回ね、このね、州の激してきた男の身元って、なかなかメディアがね、話そうとしないんですよ。これなんでか知ってますか これなぜならば、実はこのシューの劇した男は、いわゆる、左派系の思想を持った人だということが判明したわけですよ。今回、ペロタンがね、911にね、通報したわけですよ。その際に、このペロタンの夫がね、シューの劇してきた男のことを、旦那さんは友人だって言ってたんですよ。実は顔見知りであると、そして、いろいろ調べてみると、このシューの劇した人は、いわゆるアルファベット3文字のね、2020年の 選挙が始まる前はアメリカ中でいろんな某の道を暴れる君していたあの人たちにいわゆる属する人で非常に左派的な思想が強い人だってことを判明したわけですよ。実はニャントラさんは一切関係なかったとね、あんだけニャントラさんのせいにしようとしたんですけど、実は自分たちの身内から出たインザスカイだったってことを判明しまして、あれみたいな、大丈夫これ。 これ大打撃にならないってことなんですよ。ただでさえ、11月にある中間選挙、梅之助首相大敗北が予想されている中ですよ。これ最後のとどめになりかねないと。そして、ニャントラさんはずっと沈黙してるわけ、この件についてね。普通だったらふざけんなと関係ねえと、この野郎つって言うわけなんですけど、黙ってるわけですよ。これなんでかっていうと、すべてはこの議事堂で発表される真実の暴露。これです。そして、この議事堂で発表されるっていうのは、まあ、このスクリーンを使う っていう意味もありますけど、それプラスですね、この年末にニャントラさん召喚されます。これ何かっていうと、2020年の議事堂の州の劇事件の真相を話すためです。しかしその真相っていうのは、ただのあの件だけじゃなくて、ムース島の闇を暴くと。これすべて繋がってる話であると。この現在ワシントン DC が戒厳令近い形になっているのは、実はこれを恐れた梅之助師匠たちが守りを固めてきたって でもそれは無駄な話ってことです。なぜならもう世界は目覚め始めているから。 んな。ということでございましてね、これおめでとうございます。皆様、ついに始まります。ついに来ます。あれが、ということで、あれが来たということでね、3連発お楽しみいただけたでしょうか最初の2発がちょっと、最初の2発、特に最初の1発目が、お前、穏やかな顔してはるって言いたかっただけだよね。はい。はい、ということでね、タッキーがね、ジャニーズ事務所を退所しました。タッキー、あんたにいい男だよ。お前、いつまでやんねん、これ。 タッキーのことが大好きでしょうがなかった細木和子さんのある日のワンシーンよりということでね、地獄に落ちるわよってなもんでございます。これね、タッキーがなんでジャニーズ事務所を退所するのか。これも実は目覚めの始まりだって言われてますね。皆さんご存知の通りね、ジャニーズ事務所を作った男、y うやっちゃいなよ。ね。彼はですね,ね、アメリカの意向を強く受けた男性であったわけです。戦後ですね、日本が復興していく中で、彼の事務所を建てたんですけど、その目的は一つ。日本にエンターティー アルテイメント浸透させるという名目で大和魂を持った日本男児大和なでしこたちの心を弱体化させるためっていうことでございます芸能界っていわゆる半島系の力がめちゃくちゃ強い世界なんですよそんな中彼が生き残れたのはアメリカ様の意向があったからということなんですよねそしてこの帝国の 繁栄っていうのは、イコール、日本はアメリカのものであるっていう象徴的な姿でございます。しかし、今回ね、未来の大社長と呼ばれていた、たっけ、いい男だよ。お前ずっとそう呼ぶつもりかが対処したっていうのは、これ、実は帝国の崩壊を表していると。ま、現在日本政府はね、あの、来年の地区は確保しましたって言ってるわけですよ。するな、するなってことで、これ結局ね、アメリカ様が、ちょっと作りすぎたけん、お前んとこ ややるわっっっってててたただなないいよよねうう言そ流れなんですよポチ魂めちゃくちゃ出てるって話なんですけど、しかし実は在野ではこのタッキー社長のようにね、めちゃめちゃマト魂持ってやめていく男が出てきたってことですよ。これも目覚めかけてるとね、いうことでおめでとうございます。日本。 目覚めます。穏やかな顔して春で。いや、もうこれ完全に悟ってるよね。悟りズムだよね。怒られるぞ、お前。内山くんの前世紀プラニューエ、ごっつんです。いや、これ、リプランに、内山くんは今も前世紀ですよっていう、内山くんガチ勢からの反論があって面白かったです。いや、ごっつんですはダメよ。いける <laughs> <る>お相撲なのか内山君なのかどっちかにしなさいよ、ジョンちゃんって話なんですけどね内山君の大好きなエピソードといえばサンマ大先生に出ていた第一次内山前世紀政権の時の話なんです。彼はですね、寝る前に コーラ1.5リットルとポテトチップス1袋を食べないと寝れないっていう、そんなことあるってことなんですけど、らしいですね。ねすっげーこれ、お相撲さんの食生活だよね。あ <laughs> ごっちゃんですなわ。って思った。今日も一日お疲れ様でした。ごっつぁんです。<laughs> 良いよいよお過ごしください。つってねっていう話なんですけど、たまーになんですけど、オミソンのことをこイラストとかで書いてくださる、いわゆるファンアートっていうのをね、いただくことがありました。昨日めっちゃいいのもらった。 ですよね。これですつってね。つってねということでね。あれ見たらこれ実写じゃないって話なんですけどね。しばくぞって話なんですけどね。めっちゃいいのありがとうございますね。まあ、オミソンって動画以外こんな感じなんですよ。あの、これね、アプリかましてこうなってるんで。アプリかましてこうなってるんで。ね、本当あれですから、手だけじゃなくて、顔も北川景子ですから。いや、それも完全に北川景子なんよ。ウィッシュってこと。 アブガディルリブに使やもアブガディル人妻の手料理食べたいな明日も晴れるから。